学、略してエビチューです。よろしくお願いします。ではでは早速私もエビチューと呼びながら質問をさせていただきたいんですけれども、はいはい、お二人が大事にしている美容法なんかあればね、教えていただきたいんですけれども、うん、そうですね、私真山は、うん、やっぱりこうお水って大事だなと思ってて、うん、お家に温泉水ストックしてるんですよ。あ、温泉水いってますよね。温泉水をもうガバガバ飲んでます、うんうんうん、なんかやっぱミネラルとかも補給できるので、うん、やっぱ体の水分量とかも喉の調子とかもそれで変わってくるので、うん、たくさんお水は飲むようにしてますね。ゆりちゃんは？そうですね、でもなんか朝起きたらいつもなんか美顔器やったりとか、あとは私すごい好きなんですけど炭酸のパックとかがめちゃくちゃ好きで、でなんかすごいニキビとか肌荒れにずっと悩んでたんですけど、その時とかに炭酸パックをすることですごく良くなりましたし、後とかも改善されたりとか、まあ、むくみとかも取れるので本当に朝で余裕があったら夜もやったりとかして大好きですね。2人ともでも全然今お肌綺麗でトラブルがなさそうに見えますけど、いろいろあったんですね。そこまでありますね。私たち2人は結構ね荒れやすいメンバーだったので、そうなんだ。だからその分すごい緊急したので、そっかそっか、あれですか、お二人はソフィスタンスは使ったことは？はい、もちろんだ。はい、使ってます。ちょうど今使ってて、3ヶ月目くらいなんですけど、この冬すごい本当に乾燥しちゃってて、あまり荒れなかった鼻の下とかも皮むけとかがあったんですけど、ソフィスタンスを持ってたので久しぶりにちょっと使ってみようと思って、使ったらやっぱりこう2日後ぐらいからどんどん変わりだして、嬉しい。そうなんですよ。ですごいなんかこれはこの花粉とかで揺らぐ時とかもほんとちょうどいいなと思って、使ってます。嬉しいです。2人とも20歳くらいの時より美肌になったようだって。おお、ありがとう。ありがとう。すごい見てたんだね。恥ずかしい。頑張ったよね。頑張った。でも本当にファンがね見たいですからね、お互いね、これ良かった、あれ良かったって共有してね。それこそ最初、ミレイちゃんがソフィスタンス最初使って、あ、そうそうそう、いいよって言われて、私も使って、まあもちろんシリーズ使いするのが一番いいとは思うんですけど、こういう化粧水で、化粧水、この、私たちアドバンスだったっけ、そうそう、これアドバンスの、なんか導入液の使い方してて、でその後に自分の使ってる化粧水とか使っても結構すごく良くなりましたね。